ここに泉は湧く、涙を過ぎる時、やがて実を結び、笑い声に満ちる。2021年10月3日、三位一体後第18史実の礼拝を始めましょう。どうぞご起立ください。今月から講読文が変わります。以前も使いましたけれど、詩編の100編、司会者と皆さんとで交互に朗読しましょう。全地を主に向かって喜びの声を上げよう。喜びを持って主に仕えよう。喜び歌いつつ御前に浸れ。知れ、主こそ神、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し、皆を褒めたたえよう。主は慈しみ深く、その恵みは常しまで、その真実は世々に至る。祈りましょう。父なる神様、先週は公園で野外礼拝とピクニックの時を持ちました。大人も子供もハングル語を話す方も日本語を話す者も共に楽しむことができ、心から感謝します。また礼拝後にはほとんどの方々からの証しを伺うことができました。安心して自分のことを話すことができる場があることを心から感謝しました。どうぞこの交わりがさらに豊かなものとなり、互いに互い祈り合って支え合って進んでいく私たちとしてください。またまだイエス・キリストを信じていらっしゃらない家族 も参加なさいました。どうぞ彼らを主のもとへと導いてください。またあなたを求める心を与えられたお一人一人が、御言葉によって確かな信仰へと導かれますように。神様、ウイルスの感染がダラス郡やコリング、またテキサスや全米、さらに全世界で少なくなり、早く収束に向かいますように。今重症の方々、どうぞ危険な状態から救い、あなたの癒しをお与えくださるように、教会に集う一人一人をお守りくださいますよう。この礼拝の感謝に合わせ、主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。ハイドンが天地創造というオラトリを作りました。そのメロディーに乗せて、これは詩編の19編から取った歌詞なんですけれども、果て詩も知られるので賛美を歌いたいと思います。皆さん初めてかもしれませんけれども、元気よく歌いましょう。Oh,
Oh,
天の父なる神様、この時間イタリアのために祈ります。主が私たちの道であり救い主であることを告白します。この国を治める政府使徒者と政治的すべての状況を主が導き働いてくださいますように。政府の努力にもかかわらず組織的犯罪が経済的社会的に大きな影響を与えているこの国で、主を信じる者たちが霊的に目を覚まし、クリスチャンの価値観で生き、この地の光と塩の役割を全うさせてください。多くの人々が福音から離れ、教会に否定的な思いを持っており、偶像崇拝に陥っています。彼らが主との深い関係を結ぶことで、この地が主の力で回復し変えられますように。神を知ったけれど今は福音から離れて生きている多くの魂が主に立ち返って、崩壊した家庭と傷ついた人々が主の愛の中で癒されるように切に願います。主から遠ざけるすべての霊的妨害から一つ一つの魂を守って、あなたとの深い愛の関係に立ち返らさせてください。救い主、愛する主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。Che può cambiare il cuore, sopra ogni ricchezza e sopra ogni tesoro. お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、主の御名を心から賛美を捧げます。この爽やかな朝を心より感謝します。この朝も廊下にて礼拝を受けますことを感謝します。どうぞこの朝、この一週間必要な御言葉を神様がお一人一人にお語りくださいますようによろしくお願いします。あなたの御言葉を聞き、そしてあなたから恵みを受け、その恵みを他の方々にシェアすることができることを感謝します。これから御言葉を語ってくださる中尾先生を祝福してください。そしてオンラインで礼拝している方々の上にもお恵みを注いでください。今日の礼拝が豊かに祝福に満ちた礼拝になりますことを信じます。今日の一日と今日の日とこの礼拝に感謝し、愛する神様、愛する聖霊様に感謝し、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。創世記一章一節から五節まで。はじめに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の魂は水の上を動いていった。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。神はその光をよしと見られた。そして神はこの光と闇とを区別された。神はこの光を昼と名付け、この闇を夜と名付けられた。こうして夕があり朝があった。第一日。
世界には神と呼ばれるものが限りなくあります。それらは神と呼ばれていましても本当の神ではありません。それで私たちは誠の神様を聖書の神とそう呼んで区別しています。なぜ聖書の神というというかというと、聖書は神様の言葉です。神様が私たちに語りかけてくださっている言葉、そしてそれと同時にその聖書は神様について語っている言葉です。ですから聖書は神様がご自分でご自分のことを語っていらっしゃる神様の自己紹介の書物だと、そう言っていいと思うのです。誠の神様を知るのにこの聖書以上に確かなものはありません。神様はご自分のお言葉、聖書を通してご自分を示してくださる聖書の神様です。では神様は聖書でご自分をどのようなお方であると言っておられるんでしょうか。神様はまずご自分を永遠の神であるとそう言っておられます。聖書の最初の言葉は何ですか？聖書の初めの言葉は、はじめですね。聖書の初めの言葉は、はじめ、はじめに神が天と地を創造した。そう書いてあります。これは神様が世界を作られたお方、創造者であるということをもちろん語っているんですが、同時に、はじめに神ということを、それをそのということを語ることによって、世界が作られる以前のはじめですね。この世界を神様が作られた。その先から神様が存在しておられたんだということを、この創世記の一章一節は教えているわけです。はじめに神が、天と地を創造した。この世界がどのように形作られているのか、そこにどんな法則があるのか、生命体はどのように活動しているのか、それは科学者たちが日夜研究していることです。そしてその研究した結果を数式ですとか科学式で表しているわけです。でもそういう数式を見たとしてもですね、古代の人はもちろんわかりませんし、現代の私たちも、専門的に毎日そういうその数式を眺めて暮らしている人は別ですよ。そういう人は数式を見て感動するのかもしれません。私も少しばかりコンピューターのプログラミングをしますが、プログラミングの言語を見ると、お、いいな、うまくてやってるなっていうふうにですね、その新しいアルゴリズムを発見すると感動はしますけれども、もう普通はそうじゃないですね。普通私たちが普段語る言葉で神様の創造が語られなかったら私たちは誰もそれを理解することができません。その創造が私にどんな意義があるのかをわからないのです。聖書は誰もが理解でき、人の心に語りかける、そのような言葉で、私たちが今目にしているすべてのものを作られたのは神様である。神が世界を創造されたということを語っています。で、聖書のそうした創造の記述、創造について書いてあることというのは、世界各地にいわゆる創造神話というのがあるんですけれども、その創造神話の一つなんだと解釈する人が大勢います。でもよく調べてみると、聖書に書かれていることはそうした神話と根本的に違っているのです。さまざまな神話では世界は初めから存在しています。で、神々といえどもその初めから存在する世界の一部分なんです。それらの神話は世界の創造を語っているというよりは、世界がどのように形作られたかという
まあ、創造神話というよりは形成神話、そういうふうに言った方がいい、正確でありましょう。例えば聖書の地域に近いバビロニアの神話ですけれども、それは神々の間で争いが起こったという物語から始まります。神々はマルドゥークという戦いの神を生み出しまして、彼に最高神の地位を与えました。マルドゥークは敵対します海の女神ティアマートに戦いを挑んで彼女を滅ぼし、そしてその死体を二つに分けて一つを空にしました。そしてもう一つを陸にしたのです。またその女神ティアマートの部下の血を絞り出して、その血の滴りが人類になった、まあ、その地方の人々の肌の色はこう青銅色、赤色をしていますのでね、その力つくに人類が作られた、しかも人類は神々のしもべとして作られたというふうに、語られています。聖書とは全く違います。残酷な話です。しかも神々は生まれたり死んだりするのです。永遠の神ではないのです。永遠の神とその神による世界の創造を教えているのは聖書のほかありません。聖書は初めに神と言いまして、神様がすべてのものを、時間や空間が存在する以前から存在しておられた永遠の神であるということを告げています。創世記には第1日から第7日までその日が書いてありますね。1日1日が数えられています。でこの日というのも神様が作られたわけです。日、つまり時間も神様によって創造された。で神様はこの時間と空間で成り立つその世界の中に私たちを置いてくださいましたから、私たちはそれを超えてものを見ることができません。時間と空間に縛られているわけです。タイムマシンなんてのは想像の世界であって作ることができないわけですね。しかし神様は時間と空間を創造されたわけですから、時間や空間を超えて働くことができる。それがイエス様のなさった奇跡の御業に現れているわけです。そうしたことを私たちの思いをはるかに超えています。なぜならこの世界に永遠なものはありません。人間はその空間の中に縛られているわけですね。ところが人間が永遠を思うことができるというのはどういうことでしょうか。経験したことのないものを感じ取ることができ、それに憧れるというのはどういうことでしょうか。それは永遠なる神様が神の形に作った人間のその心に永遠への思いを与えられたからです。伝道者の書の 3-11 に人の心に永遠への思いを与えられたとあります。永遠なものなど何もないこの世界、それを体験していない私たちが永遠を思うことができる。それは神様が永遠なお方、永遠なる神様がいらっしゃるという証拠の一つになるわけです。永遠の神様はご自分を私はあってあるものと呼ばれました。それで神様のお名前があってあるもの、ヤーウェという皆、まあ、ヤーウェという皆があまりにも尊いのでユダヤの人々はアドナイと読み替えましたが、アドナイ・ヤーウェ、主というそのお名前が生まれたわけです。神様だけがあってあるお方です。世界も私たち人間もあってなきがごときものです。世界は神様によって作られ、今支えられています。私たち一人一人も自分の力で生きているのではありません。神様に生かされている。
神様がその支えの手を、守りの手を私たちから引っ込められたら、世界も私たちもたちまちなくなってしまうわけです。ですから、聖書は移り変わるものに頼ってはいけない。いつまでも変わることのない永遠の神様を見上げ、この神様に信頼して生きるようにと、そう教えています。詩編の92、山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から、まことに、とこしえからとこしえまで、あなたは神です。また、イザヤの40-28に、あなたは知らないのか、聞いていないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知らない、と書かれています。ところが私たちは、この神様を忘れて、頼りにならない自分に頼っています。人に頼っています。また、周りの状況に頼ったりしています。でそこで物事がうまくいかなくって、失望を繰り返すわけです。この世のものではなく、それらすべてを作られた、創造された神様を見上げようではありませんか。あらゆるものの先におられる永遠の神様の御手に信頼するときに、私たちは人に頼っては失望するという、そういう悪いサイクルから立ち上がることができます。失望落胆から立ち上がることができるんです。新詩歌の315番に、主の御手に頼る日はっていうのがあります。主の御手に頼る日は、いかに喜ばしきっていう歌なんですけどね。主の御手に頼る日は世にも幸いな。頼れ、頼れ、とこしえの御手に頼れ、頼れ、さらば恐れあらじ。歌っていると本当に元気が出てくる歌なんですが、とこしえの御手、永遠の神様の永遠の手に頼ろうではありませんか。さあ、創世記では世界の創造が6日の枠組みの中で描かれています。神様が6日で世界を創造されたと聞きますと、多くの人は、そんな6日で世界ができるわけないでしょ。地球が生まれたのは46億年前である。46億年もかかってますよ、と言いますね。その説によりますと、地球は今よりももっと小さかったんです。そこに周りのいろんな細かい、惑星がありまして、その地球はその引力によってその惑星を引きつけますね。それが本当にこう隕石となって地球にどん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 降り注いで、地球がだんだん膨張して今の地球になったという、まあ、それは誰も見たことがありませんから仮説なんですけれども、そう考えています。ともかくもう6日じゃダメです。46億年かかります。だから聖書の6日と聞くと、みんなは何これ他のお話、おとぎ話というふうに考えるわけですね。けれども多くの人が考えているこの宇宙についての、まあ、今一番ポピュラーな説は、その説も必ずしも証明されていませんし、反論もたくさんあるんですが、ビッグバン説というのがあります。皆さんよくご存知でしょう。これは宇宙が一瞬にしてできたということになっています。で、この説によりますと、この宇宙は138億年前に作られました。作られたっていうか、もともと何かあったんですよね。高密度の塊が。それが爆発して広がっていって、現在の宇宙ができた。今も宇宙は広がり続けているというわけです。神様の創造を認めない人で、たちでさえも、宇宙が一瞬にして始まるというその可能性を信じているのなら、全能の神様が世界を一瞬にして創造されても、全然不思議ではないわけです。ところが神様は一瞬ではなくっ
って一瞬でも世界を作ることのできる神様なんですが、あえて6日かけて世界をお作りになったと聖書は教えています。この6日というのは神様が人に与えてくださった労働の期間ですね。7日のうち6日働き、1日を休む、そういうリズムの中で人は生きていくんだということを神様定めてくださった。一瞬にして世界を作ることができる神様がわざわざ6日も創造にかけたということは、神様がいかにこの世界を心を込めて作られたか、丁寧に作られたか、見事に作られたかを示しているわけです。この創造の6日は最初の3日と後の4、5、6と対比されています。つまり1日目と3日目、2日目と4日目、3日目と6日目が対比されていますね。第1日には光が作られています。第4日を見るとその地球に光を届ける太陽、月、星が天に配置されたということが書かれています。第2日にはこの地球が水蒸気で覆われていたわけですけれども、それが上の水と下の水、大空と海とに分けられています。で、第5日にはその海には海の生き物、空には空を飛ぶ鳥が作られているわけです。で、第3日はその海の中から陸が生じます。海と陸とが分かれます。で、それがその海がその陸を飲み込んでしまわないように境界線が定められるわけですね。で、第6日にはその陸に住む生き物が作られる。で、最後に人間が作られたと書かれています。つまり最初の3日間に骨組みが作られて、次の3日間にそこに住むものといいましょうか、それを満たすものが作られているわけです。ちょっと家を建てるときに、最初にフロアプランを考えるでしょう。で、それに基づいて設計図が引かれます。それから骨組みがまず作られ、それぞれの部屋が区切られますね。それと似ています。で、それぞれの部屋の区分ができたら、リビングルームはリビングルームのように、キッチンはキッチンのように、ベッドルームはベッドルームのように、それぞれの部屋が作られていくわけです。ほぼ出来上がりますと、冷暖房の設備ですとかそういうものが取り付けられる。で、最後に家具が運び込まれ、全てが出来上がって、そこに人が住んで初めてそれは本当に家になるわけです。神様が世界を作られた時も同じです。神様はその世界を知恵を持って設計されました。そしてその設計に基づいて順序正しく作られています。進化論が言うように、世界は偶然と偶然とが積み重なってできたんだ、そういうものではありません。ある天文学者が太陽系の模型を作りました。太陽が中心にありまして、その周りを水星、金星、地球、火星、木星、だから土星ですか、その順序でその惑星が並んでおりまして、それがこう、うまく回るようになっているわけですよね。何かモーターで回るようにできているわけです。そこにその学者の友人がやってきまして、おお、すごい模型じゃないか、君が作ったのかい、そう尋ねました。この友人は神様の創造を信じようとしない人だったので、この学者はわざと言いました。僕じゃないよ、偶然できたんだ。すると友人はこう言ったんです。バカなことを言うもんじゃない、こんな精巧なものが偶然できるわけがないじゃないか。それに君のように天体の知識がなければこんなものが作れるわけがない。その言葉を聞いた学者は
友人にこう言ったのです。君はこの太陽系の模型が偶然でなく知性によって作られたと認めるんだね。それならこの模型よりももっと精巧な本物の太陽系が神の知恵によって作られたことをどうして認めないのかね。その通りです。科学者たちは世界とそこにある現象を調べるために知性を高度に働かせています。そしてそこにある法則を探り出し、それを利用するのです。もし世界が偶然の積み重ねであったら、そこにそういう一定の法則というものはありません。いくら知性を働かせたとしても、知性によって作られたものでなければ、そこに知性をで働かせて見つけることのできるものは何一つないのです。ですから科学者の知性は無駄になってしまいます。世界が神の知恵によって作られたのでなければ、私たちの科学というのは成立しないのです。しかし現実は違います。この世界には神様の設計の痕跡が至るところにあります。神様が作られた世界は神の知恵、力、またその心を示しているのです。で、聖書に天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせ、昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。詩編の19編1節2節にある通りです。神様が世界を6日で作られたこと、このことは神様の知恵、また力を表していますが、それと同時に神様の私たち人間に対する愛や恵みをも伝えているのです。創造の6日間を実際に見た人は誰もいません。最初の人間アダムは創造の6日目の最後に作られましたから、アダムが見たのはもう完成された見事に作られた世界であったわけです。その途中経過は見ていないわけです。ところが私たちがこの創世記の、今日は1節から5節までしか、第1日目しか朗読されませんでしたけれども、残りをもう一度皆さん読んでいただくと、あたかもその創造の一日、その日々の中に自分がいて、その一日が見えるように書かれていますよね。つまり聖書は神様の創造を最初にスクリーンに出ました、その数式みたいにですね、自然現象として、あるいはさまざまな化学反応を私たちに見せるために、この創世記の一日が書かれたんじゃないのです。自然現象として創造を描いているのでなくって、神様がいかに人間のために1日目2日目3日目、そして6日目まで、いかにこれらのものを私たち人間に備えるために作られたのかという、人間に焦点を当て、人間のためになされたこととして描いているわけです。そしてそのことによって、神様はこれらのものを作った、それは皆あなたのためだったのだよと、そう語りかけてくださっているわけです。実際神様は人が生きるのに必要な全てを整えてから人間を作っておられます。最初に人間作られたのはもうあと生きていけませんものね。あらゆるものが整えられる、食べ物もその見事な環境も整えられた中に神様は人間を作りになった。そして神様はアダムとエバを祝福して言われました。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。神様はご自分が作られた世界をアダムとエバに、またアダムとエバの子孫である
その人類にお与えくださったのです。創世記の1の31に、そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かったとあります。神様が作られた世界は、神様がそれをご覧になって満足なさるほど素晴らしいものだったんです。しかし、私たち人間は、神様がその作られた世界のいいものは欲しいけれど、作られたものは欲しいけれども、作り主はいらない。と言って、神様を退けて生きるようになってしまったのです。けれども、神様から離れては、神様がお作りになったすべての良いもの、たとえ全世界を手に入れても、そこに本当の幸せはありません。神様は、この世界を人のために作られるほどに人を愛してくださった。その神様の愛を知って、その恵みに感謝して生きるところに、私たちの本当の喜びがあります。満足があります。神様の愛と恵みこそ何者にも勝って尊いのです。神様の愛を知って、その恵みに感謝して生きる。ここに人生の幸いがあります。それでイエス様はこう言われました。人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいでしょう。この誠の命、それはイエス・キリストを信じて与えられる永遠の命のことです。永遠の命を私たちを受けて初めて神様の愛を感じ、その恵みに生きることができるようになります。神様は世界の初めからおられた永遠の神です。神様は世界を創造された知恵と力の神です。神様は私たち人間を愛して、この世界を私たち人間に与えてくださった恵みの神様です。神様は全世界よりもはるかに尊いご自分の御子、イエス・キリストさえも私たちに与えてくださいました。神様はそれほどに私たち一人一人を愛しておられる。この神様が今聖書を通して私たちに語りかけ、呼びかけ、私たちを幸いな人生に招いておられます。この招きに応えましょう。信仰と信頼を永遠なる神様、作り主である神様に寄せ、そして主の招きに応えていきたいと思います。お祈りを捧げましょう。すべてのものの作り主である神様、今朝あなたの創造の御業を通してあなたの愛と恵みを教えてくださりありがとうございました。あなたは世界を作られたとき、日々をも作られました。私たちを地上に生み出してくださったときに、私たちの人生の日々を作ってくださいました。それはあなたです。あなたの愛と恵みを知って、あなたが与えてくださったこの日々を力強く歩むことができるよう導いてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。ご起立ください。輝く日は私を賛美します。Because it's you.
支えられて皆さんが元気で教会に集まることができて感謝します。今日ここに来ることもできなかったお一人一人もまた後ほどインターネットを通してこの御言葉に触れることができるようにみんなが同じ御言葉をいただいて神様はあなたをさらに深く知っていくことができそして私たちの神様はこんなに素晴らしいお方ですと人々にお伝えすることができるようにまた自分の子供たちに孫たちにこの素晴らしい神様を教えてあげることができるように導いてください。今日もこうして礼拝をする時と場所備えられてありがとうございます。この背後で多くの方々の労苦がありました。どうぞそれらに報いてくださるようにまた、別のところで行われている若い人たちのサンデースクールやクラスまたハングルの礼拝覚えてくださって豊かに祝福してこのところから一人一人を
精霊に満たして、喜びに満たして、力に満たして、日々の歩みに送り出してください。主イエスキリストの尊いお名前で御前に祈ります。アーメン。Go in peace。平安のうちに行きましょう。また来週。